スピードマスター日本史問題集ですね。世界史も似たような作りなので これだけ動画作るんですけども、30日完成と書いてありますと、かなり淡白なね、問題集ですね。はい。スピードマスター。まとめがあって、でもまとめのところはね、あんま使えないですね。まとまりすぎてよう分かりません。で、スピードチェックとあると、空欄の数が半端ないでしょ。たくさんあるよね。全部で、ね、これ60個あるんだ。そう、こんだけあるんかいって話です。でもこの段になってきたら、このくらいの分量やっていかないといけないということですね。今までやってきたその重要国と結びつけて考えたら、たくさんあるように見えるけれども、整理ができるわけですね。整理をしていってください。はい。で、実用国家の成立ってあって、これが繰り返されるわけですね。穴埋めです。中大兄皇子は宮戸をどっかに移した。どこかに移したね。翌日は即位して何とか手元となった。こんなんもう読んだね。僕忘れちゃったけどさ。そうですね。金谷先生も全部喋ってくれてましたね。はい。で、この段階になってくると、いや、今までそんなこと調べたことないしっていう言葉も出てくると思います。その時には、調べてください、自分で。で、そういう日本史のね、用語ノートっていうのを作ってもいいかもしれないし、その場で覚えてしまってもいいかもしれない。ただ、新しい言葉っていうようなものも、全部何かしらの言葉とつながってるはずだよね。だから、この段になってきたら、どの言葉とつながるのかな。そう考えたら、別に難しいとは言わせないぜ。そう思います。日本史、僕やってないけどさ。やることは変わんないと思うよ。他の教科とね。基礎基本でやったこと。そこに何かプラスアルファされていく。そういうことです。スピードマスターですね。これと日本史の B の同時進行してもいいかな、人によってはと思うんだけれども、いや、それ厳しいよっていう人は、スピードマスターだけでいいかもしれないし、その志望校によっては、もうスピードマスターだけで、終わりにしていい人もいると思います。どこまでやったらいいのかな。それもね、人によって変わると思うから、よく選んで自分に合った、問題集見つけてください。おしまい。